パパと娘の7日間は、五十嵐高久の小説と、それを原作とした、第54回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞、2008年エランドール、少受賞のテレビドラマ。仲がかんばしくなかった不死が、ある事故が原因で父と娘の人格が入れ替わり、二人が、これまでになく報告、連絡、相談しながら、 互いの年代層の独特の社会の中で生活していく様を描いたハートフルコメディ。作者の五十嵐高久は執筆動機として2003年のアメリカ映画フォーチュンクッキーを見て非常に腹が立ちどうにかして面白くしたいと自分なりに入れ替わり物を書いてみようと思ったなどと話しその際参考にしたのが大林信彦監督の1982年の 映画、転校生で、それに負けないようにと執筆したのですが、残念ながら、転校生には勝てないなどと話している。物語は、父と娘の目線で描いた一人称小説。父の目線から見た、女子高生の生態、娘の目線で見たサラリーマン社会の矛盾をそれぞれ描写している。本作の2年後を描いた続編として、朝日新聞出版より、 パパママ娘の10日間が2009年2月6日に刊行された。川原京一郎は化粧品会社に勤めるしがないサラリーマン。その娘、高校2年生の小梅はサッカー部副キャプテンの健太先輩に恋をする今時の女の子。そんな二人は2年ほど口を聞いていない。ある日、小梅の祖母の家を訪ねて自宅に帰る最中、二人は事故に巻き込まれる。 病院で目が覚めると二人は人格が入れ替わっていた。この事態を前に二人は互いに協力しながら乗り越えようとするが、父は娘の代わりにケンタ先輩とのデートに、娘は父の代わりに午前会議に臨まなければならなかった。2007年7月1日より8月19日まで毎週日曜日21時21時54分に TBS 系列の 日曜劇場を枠で放送された。主演は、立ち広し。7月29日は、第21回参議院議員通常選挙のため、放送休止。8月5日、19日は2007年、バレーボールワールドグランプリの中継のため、放送時間を繰り下げ。8月26日以降は2007年世界、陸上競技選手権大会を放送するため、 当初より1007話の予定で制作された。主人公主人公の家族、関係者、ミオ化粧品パパ、京一郎が勤務する、化粧品会社。レインボードリームプロジェクトチーム、ミオ化粧品の看板商品である基礎化粧品、スーパービューティーの販売不振を受け企画された、ティーンウェジャー向けフレグランス、レインボードリームの開発のため、植草広報部長の提案により、 各部署から人員を募って結成されたプロジェクトチーム。リーダーを務める京一郎によれば、仕事はできるが正確に問題のある人間か、性格は良いが仕事のできない人間しかいないという。宣伝部役員桜台北た高校娘、小梅が通う高校。この番組の新聞、ネット等のラジオテレビ欄のサブタイトルと、実際に、 ドラマで放送されたサブタイトルは異なっている。日本での放送後、台湾の抜き、来たる日本代で2008年3月5日から、またアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコなどを対象とした NHK 国際放送テレビジャパンで同4月26日から放送された。ありがとうございます。